この調子で続けなさい。言いたいことでもあるの？何かの役には立つだろうさ。ズーグルもカラグリアのとはだいぶ違うんだな。寒い国だからね。それに合わせた種類なんだと思うよ。なら火の属性を使えば有利に戦えそうね。 力はすごいな。振ったのはあなたよ。そろそろ何か食べないと。 力の差も測れなかったのね。
炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。 Thank you.
そうね。うむ。いいな。そうね。おう。シオン、満足したか？ええ、十分よ。あれだけ食べたら満腹にもなるか。腹八分でやめておいたわ。え？よし、行くぞ。この一品、重心の位置が絶妙だな。弱い者いじめは好かんのだ。炎の負けまいかない。すまんな。くらえらせない。今だ。しびれろ。よいのである。
でも来な。これで突破するな。決めてやる。受け取れ。つまんない。俺に任せてくれ。飛んでいる相手には任せなさい。これ。やっと。さあよ。ストライク。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。この次。わかった。受け取れ。次。つまんない。状況が逆転したら敵はわずか押し切るわよ。ああもう一踏ん張りやれるわ。何かの役には立つだろうさ。今のは高ぶったな。力はすごいな。振るったのはあなたよ。問題なさそうな相手だな。行くわよ。囲まれているぞ。ルーティングやろう。はい。やるぞ。当たれ。はい。はい。はい。任せてくれ。上手だ。やっと。この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。これで終わりだ。その調子で続けなさい。言いたいことでもあるの。
なところに家が。人が暮らしているのか。メザイ224、ありふれた小さな村だよ。何か聞こえる。争っているような。執行隊、蛇の目が来てるんだ。迂回した方がいいと思う。どの道あんたたちは目立つからそのつもりだったけど。住人に密告されかねないから。やらせてるのはレナだよ。そう、抗わないなら嘆くのもやめるべきね。ずっと私たちを押さえつけてきた光目のくせによくそんなことが。よせ。だってこいつ300年分の恨みを一人に負わせるのは公平とは言えん。お前もだシオン。敬意を無視して今だけで語るな。それで今あの村で何が起きているんだ。多分通報を受けて蛇の目が誰かを連行しようとしてるんだと思う。まさか助けるなんて言い出さないでしょうね。私はスルドの首以外関わる気はないわ。アルフェン、お前は何をしにここに来た。何って、この国の奴隷たちを助けるためじゃないのか。お前はまだ奴隷か。そんな、違う。なら奴隷じゃない、自由に生きるってのはどういうことだ。覚えておけ、奴隷じゃないっていうのはな、自分の主人は自分、自分で考えて自分で決めてその結果を受け入れる覚悟を持つってことだ。わかるか。わかると思う。よし、ならやれ。シオン。聞いてなかったの？私はやらないわよ。わかっている。ここでリンウェルと待っていてくれ。炎の剣なしで行くつもり？ああ、これは俺のわがままだからな。わがままって、あなたね。いいこと、私にはあの炎の剣の使い手が必要なの。こんなところで死なれては迷惑なのよ。シスロデンまで無事にたどり着いてもらわないといけないのに。何かのために誰かを犠牲にする。俺たちはそれをやめさせに来たんだ。前に犠牲にしたことがあるの？終わるまで隠れてろ。いいな。クソ、やっぱりここでもダナは敷いた。非協力的な者は不安分子とみなして連行する。おとなしくしろ石突きども。くそ、また誰か密告しやがったのか。そこのお前、反抗的態度は予備罪が適用される。俺は何も。やめろ。石付きの分際でスレド閣下の命令に立てつく気か。何者だ。炎の剣を使うには村人たちが近すぎる。だがこの敵の数なら。ジルファ。お前、ロウか。何をしてるの。戦うんじゃなかったの。生きていたんだな。今さら何の用だ。シスロディアは不穏分子の存在を認めない。ロウ、お前たちを拘束する。シルファ、どうしたんだ。シルファ来るわよ。相手には困らないな。重機械は私だけで十分よ。
ジルファ、捕まるつもりか。望み通りにしてやるよ。そういうわけにはいかない。上等な逆転したら敵はわずか、押し切るわよ。もう一踏ん張りだ。上げろ、終わりだ。動かない。上げろ。どうしたんだジルファ、なぜ戦わない。あの兵隊知っているのか。手を出すな。何を言って。頼む。償いのつもりかよ。いつもそうやって全部分かったような顔して。ジリバ、手を出すな。だけど…せがれなんだ。今頃思い出したのかよ。避けやがって。見たくもねえその面を吹き飛ばしてやる。気をつけろ、奴らは武装しているぞ。敵の援軍だわ。炎の剣を使いなさい。無理だ、村の人たちを巻き込んでしまう。一旦引こう。なあ、もうジルファ。お前たちだけで行け。だが、あいつを残してはいけない。アルフェ、早くなさい。俺たちの戦いはどうするんだ。皆あんたを当てにして。すまん。あれからだいぶ経つのに誰も来ない。ジルファだけでなく敵の追ってもね。これからどうするつもり。決まってる。ジルファを助け出さないと。もし捕まったのなら主婦シスロデンに連行されたはずだよ。生きていればだけど。まさかジルファに息子がいたなんて。紅のカラスのみんなは知ってたんだろうか。どうしてあの村にいたんだろう。あんな偶然あるのかな。あなたが見せたあの力、あれは精霊術よね。シオン、何をするんだ。精霊術を使えるダナ人なんて聞いたことがない。実はレナ人なの。違うでしょうね。レナ人なら精霊術を使うときに目が光る。あなたが術を使ったとき確かに光ってはいなかった。あなたは光り目じゃない。すまない。あれは確かに精霊術だよ。レナがやってるのと同じ。私の一族は
昔魔法使いって呼ばれていたんだって。ダナの魔法使い、そんなもの今まで噂ですら聞いたことないわ。この目で見た以上信じざるを得ないけど、それは多分私たちがレナが攻めてくるよりずっと前から隠れて暮らしてきたからだと思う。レナが来る前から？うん、迫害されたり狙われたり大変だったみたい。同じダナでもか。ずっとずっと隠れて生きてきたんだ。抵抗組織の人にも秘密にしてた。絶対に誰にも知られちゃいけないって、そう父さんにも母さんにも言われてたから。だがそれならどうして使ったんだ？わからない。あの人が死んじゃうってそう思って気がついたら。ダナの精霊術、レナにとって脅威なのは間違いないわ。おい、だから何わざわざスルドに知らせるとでも？今の私は同族にあだなすものなのよ。むしろそんな力を持ちながら使わずに隠れていたことが私には理解できない。それで守れた仲間だっていたでしょうに。何にも知らないで勝手なこと言わないで。よせって、ジルファにも言われただろ。私はこの国のスルドを倒せればそれでいい。彼女の仲間の目的だって同じはず。なら力を貸すのが道理じゃないの？それは俺たちの都合だ。それにまずはジルファだ。このままにしておけない。いいよ。え？あの人を助けるんでしょ？私そのために使うよ。あの人に死んでほしくない。いいのか？あの村に戻ろう。どうなったのかを確かめる。どうしたの？いや、ずいぶん暗いなと思って。当然でしょ、まだ夜が明けてないもの。そこがおかしいんだ。俺たちがシスロリアに来たから結構経つ。いくらなんでももう日が昇っていいはずだ。あ、そうか、カラグリアは違ったもんね。当たり前すぎて忘れてた。あのね、シスロディアには夜しかないの。え？昔からそう。朝が来ても決して明るくはならない。夜が明けない？それはレナの仕業なのか？なんだってそんなことに。もちろんレナのせいだよ。でも多分説明するよりシスロデンに行った方が納得してもらえると思う。分かった。だが今はジルファのことが先だ。大丈夫かな？ローって人が息子なら手荒なことはしないよね？そう思いたいが、とても仲が良さそうには見えなかったからな。
それに